皆さんこんにちは。万歳妖艶のチャンネルをご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がいよいよ950を超え、1000という区切りに近くなっています。本当にありがとうございます。一時帰国をしたら美味しいものをいただこう。今回の店は以前より気になっていたのになかなかチャンスが訪れなかったお店、立ち飲み足立屋さんの通りにある大衆食堂ミルクでようやくいただくことができたです。自宅を出ればその時から海外旅行、バンコク在住ワンルームマンション大家、略して万歳大家です。万歳大家の一時帰国をしたら美味しいものをいただこう。今回のお店は細い路地にひっそりと佇む昭和の情緒満点の大衆食堂ミルクさんです。600円のカツカレーを注文してみると、カレーの味わいの中にほのぼのとした沖縄の家庭でいただく特別なスパイスが入っているような味がしました。歴史を感じさせるような店内の雰囲気と、この辺り独特の街の賑わいが混ざり合って、異体験も一緒に味わうことができる不思議なお店です。すぐ近くにある居酒屋足立屋さんや、市場通りの様子も合わせてご覧になってみてください。はい、皆さんこんにちは。今日も沖縄那覇、美味しいお店、ご飯どころ。いや、ここはね、葛飾区は足立屋さんの離れの方で、ここからね、もうちょっと逆側に行くと、通りに入る、出るんですが、そこにですね、これです、これ。今日のお目当ての店は、ここです。食堂ミルクさんです。何回かここ来てるんですけど、いつも肩透かしになっちゃってね。で、そのままここね、通り出て、左曲がっていくみたいな感じです。今日はこの中入って、沖縄のね、何食べようかな、入ってから決めます。営業中でございます。撮影許可いただきましたミルクさんです。カツカレーにしました。はい、来ました。食堂ミルクさんのカツカレー600円でございます。ここはね、あの豆腐のね、でもお味噌汁じゃなくて、これなんていうのね、ちょっと名前わかんないですけど、なんか豆腐が入ってるみたいですね。はい、それじゃあいただきます。はい、前から行きたかった店いただけました。カツカレーでした。で、まあ、ちょっと沖縄風じゃないですかね、まあ、一般的なカレーに近いカレーでした。それでね、とんかつもね、揚げたてでね、薄めのとんかつ揚げたてで、それもパリパリじゃないか、サクサクとして美味しかったです。600円でした。ごちそうさまでした。
あ、ラチエさんすごいな。今時間は2時10分です。2時10分でこの賑わいですよね。いつもそうなんですね、ここね。ここがラチエさんの本店ですね。何度かいただいたことあります。でここが一番本通りのはずなんだけどな。あ、ここは市場中央通りですね。市場中央通りでした。土曜日の午後2時過ぎ、人はね、意外と少ない。落ち着いた感じがします。今からこのまままっすぐ歩いて国際通りに出て、住まいの方に帰りたいと思います。ちょっとカリーフ通り、この左側がね、旧牧師公設市場ですね。今多分あれリニューアルして改装中なんだと思います。わあ、滑るな。はい、まだね、6月11日、公設市場は絶賛工事中ですね。ここまっすぐ行って左側が確かね、新しい仮設公設市場だったと思います。この辺になってくるとね、人が多いですね。このお菓子屋さん、お店もほとんど開いてるし、もう観光客のお客さんって感じですよね。そうだったら何だろうと思ってたけど、めちゃ並んでて、ハブシ、ハブシの中ハブが入ってる。マスクつけてるウルトラマン、シュワッチ、ミッキーマス、はい、むつみ橋交差点が見えてきました。国際通りですね。めっちゃいいよ。海ぶどうのお店、あ、すごいなっちゃった。いいです、いいです。あれ？渡れそう。でもさ、滑るからね。こんなくていい。